こんにちは、ヤクです。こんにちは、ヤクミだ。韓国コスメを日々新商品が出るたびに、僕が特に注目しているものを使用させていただくことが多いのですが、今回皆さんにお届けしたい韓国コスメの新商品レビューはこちらです。じゃん、そうです。ネイチャーリパブリックさんでーす。イエイ。タイトルにもある通り、毛穴の開きが気になる方や、毛穴ケアをしつつも、さらにエイジングケアもしたいという方、僕がですね、ネイチャーリパブリックの新商品を約1ヶ月間使ってみてのガチレビューをしていきます。ですので、皆さん、ネイリパの新商品気になるけど、ちょっといきなり手を出すのは勇気いるなという方、僕のレビューをぜひ参考にしてチェックしてみてください。これから新生活や4月からは入学式などもございますよね。さらには今までマスクに依存してスキンケアを怠ってしまったという方向けにですね、ネイチャーリパブリックの毛穴ケアにおすすめのベスト新商品で美肌を作るための準備となるスキンケアルーティンも一緒にご紹介していきます。それでは今日もやっていきましょう。レッツゴー。今年のネイリパ新商品のスキンケアを使ってみて、もう早速ベストオブベストはこちらです。ネイチャーリパブリックリンクルビター A スポットプロ 25ml、 はい、こちらなんですが、成分で見て、え、本当にこれこの値段でいいの?と思うレベルなんですが、そこはさすがネイリパさんって思いましたね。この新商品はですね、五重のシワケア、美白、つまり肌は本来の明るさにケア、肌弾力ケア、リフティングケアという4つのアンチエイジングを1本でできるんですよ。こんなにもね、エイジングケアに特化させると刺激性気になる方いらっしゃいますよね。こちらなんと6種の人体適応試験済みでございます。何よりもですね、これね、主成分がレベチです。僕ね、レベチって言葉なかなか言いませんが、これはそれを言ってもいいぐらい本当に成分がすごいんですよ。特に注目したのは4つですね。1つ目レチナール、2つ目ナイアシンアミド、3つ目リポソーム技術、4つ目 4X コンプレックスで、今言った4つの中でもですね、1番はやっぱりレチナールですね。ビタミン A はレチノール、もしくはレチナールとも呼ばれることも多々あります。そうです、エイジングケアとして欠かせない成分レチノールですが、全般的なお肌の健康とエイジングケアのために重要な成分として、近日韓国で話題となっている成分はレチナールなんです。これはですね、レチノールよりも作用が穏やかでありながらも浸透力が優れており、より皮膚の深い層でコラーゲンやエラスチンを産生し、肌表面を滑らかにして質感や肌のトーンなども改善してくれます。今のはレチナールの期待できる効能の説明でございます。人間の皮膚細胞のターンオーバーはコラーゲンの生成と同様に20代で低下し始めます。そのため皮膚が若くて健康な時からビタミン A 誘導体レチナールのスキンケアを取り入れることを強くお勧めしております。僕が日頃から20歳を過ぎたらアンチエイジングしましょうねっていうのはこういうことなんです。そしてナイアシアミドも肌を本来の明るさに導いてくれるし、セラミドの生成を促してくれる効果が期待できるので、保湿ケアも乾燥による小じわのケアも期待できるというエイジングケアに欠かせない成分です。で、先ほど言った3番目と4つ目のリポソーム技術と 4X コンプレックス、この2つはですね、ネイリパの技術でございますが、リポソーム安定化技術によりレチナール成分が肌悩みの部位にしっかり届いて長時間集中ケアをしてくれます。ここ大事です。もう一回言います。長時間集中ケアをしてくれます。これがあるから夜使うスキンケアとしては他のエイジングスキンケアよりも一つ飛び抜けていいんですよね。で、ちなみにこれね、パッと見で、あれ?これアイクリームなんじゃないの?って思う方いらっしゃると思います。アイクリームかのようにチューブタイプではございますが、これアイクリームではなく、おでこから首にまでご使用いただけるクリームです。特にダイヤモンドゾーンである目元、ほうれい線にしっかり塗ってから寝て起きるとめちゃめちゃいいです。テクスチャーはレチナールの原料の特性である鮮明な黄色で、栄養感たっぷり滑らかクリームです。続きまして、ネイチャーリパブリックの新商品スキンケアで1ヶ月しっかりと使用レビューでおすすめはこちら、ネイチャーリパブリックネイチャーメイドクレンジングバーム。はい、こちらですね、なんとネイチャーリパブリックでクレンジングバームで4種も出たんです。1つ目がブラックチャコール、モロッコアルガン、ココナッツ、最後にカモミール。どれもですね、ダブル洗が不要でポイントメイクも難なく落とせるクレンジングバームです。スキンケアでですね、重要なのはディープクレンジングです。
なぜかというと、スキンケアの効果をより高めるためでもございます。毛穴の奥の老廃物を取り除いてしっかりケアするクレンジングが重要ですが、だからといってそのために刺激性の強い洗顔は避けたいですよね。それでよりマイルドで肌に優しいと大人気になったのがクレンジングバームでございますが、このクレンジングバームの中でもですね、特に毛穴のケアでおすすめの炭パウダーが配合されたこのブラックチャコールと、保湿力が高く敏感肌や乾燥肌の方はアルガンオイルが配合されたモロッコアルガンが選ばれているそうです。この2つが特にですね、韓国内でもネイチャーリパブリックのこの新しいクレンジングバームの中で人気の2つだそうです。バームが肌の温度で柔らかいオイルに変わるテクスチャーで、刺激のないローリングでメイクを溶かし、爽やかでしっとりとした仕上がりになります。そしてこれね、このコスパよ、他のクレンジングバームだと同等の成分と効能でも3000円とか4000円とかで売ってるものもありますが、ネイリパさんはそこがね、コスパ面もかなり練ってくれているんですよね。だから僕もね、愛用品多いんですよ。これこそがまさに僕がね、何度も言っている韓国コスメをおすすめしている理由なんですよ。お手頃な値段でこのクオリティの高さのスキンケアを使えるってのがいいんですよね。はい、ここまでですね、レビューをメインにしてきましたが、じゃあどういう順番でどう使った方がいいの？僕が実際にですね、使用して皆さんにお見せいたします。特に夜、今から言うスキンケアルーティーンでだいぶ肌ストレスも良くなるし、エイジングケアをしながら毛穴のケアもできるので、毛穴を角栓やブラックヘッドで詰まらせ炎症を起こしてニキビや吹き出物をぶり返してしまうという方、さっきのこのリンクルビターエスポットプロと一緒にネイリパの商品を使って実際の使い方をお見せいたします。はい、では早速ね、使い方を実際にお見せしようと思うんですけども、この4つのクレンジングバームの中で僕が特に気に入ったのはこれです。このブラックチャコールですね。メイクをしっかり落としつつ、毛穴の角栓、ブラックヘッドを溶かすことで毛穴トラブルを防ぐことにもつながります。そしてこのグリーンダママイルドシカマットパック、これまでにですね、マットタイプのパックで乾燥が気になるという方、そんな方はですね、このマットパックすごく使いやすいと思います。よし、綺麗にメイクを落としました。特にさっきのクレンジングバームで毛穴の汚れを溶かして浮かしたものを、このマットパックを合わせて使うと、老廃物と不要な皮脂を優しく除去できて、保湿しながらツボクサエキス成分で肌を落ち着かせてくれます。よくあるクレンジングオイルとクレイパックの組み合わせと比較して、この組み合わせの良さは、黒ずみが気になる方にマイルドな毛穴ケアをできる最適な組み合わせ方法です。乾燥が気になる方はトナーを塗ってからご使用いただいても OK です。または目元にクリームを塗ってマットパックと一緒に水で落としてからトナーを使用も OK。 ポイントは厚塗りしすぎないことです。そしてしばらく置いて、このパックが少し乾いてきたらぬるま湯で洗い流します。まあだいたい5分から7分ぐらいですかね、僕の感覚的には。触っても手にね、ほとんどつかなくなってきたらもう洗い流してください。その後スネルソリューションのスキンブースターを塗り、次は美容液、今回はグリーンダムマイルドシカセラムを塗ります。でこれ、ビタペア C は使わないの？と思う方もいらっしゃると思いますが、その理由は後ほど説明いたします。次、クリーム、再びスネイルソリューションのクリームを使います。そしてその上からこのリンクルビタ A スポットプロを塗って、あとは塗るだけです。このリンクルビタ A スポットプロとビタペア C なんですが、同時には使用しないでくださいね。理由はですね、ビタペア C に含まれるビタミン C の pH はピーリングとかによく使われる AHA/BHA に似た 3.0 から 4.0 と酸度が強い方なので、これとこれはそれぞれ朝と夜で使い分けて使用するのをおすすめします。
はい、という感じでですね、実際の使い方も含めネイリパ新商品スキンケアを徹底レビューしていきました。エイジングケアのスキンケア商品で何使ったらいいかわからない方や、あれこれ塗るのがめんどくさいという方、そしてなるべく値段も抑えたいという欲張りな方そんな方にはこのクリーム1本で気になるお肌の悩みをオールインワンケアできます。というか僕の個人的な感想なんですが、これねマジで値段めっちゃ抑えたと思うよ。だってこの成分で正直3倍の値段って言われてもお得って僕は思うから多分買っちゃうと思います。ちなみにこのクレンジングバームはですね、先ほども言いましたが、このブラックチャコールとモロッコアルガンが韓国でより人気だそうです。確かにね、炭パウダーはしっかり皮脂汚れを吸着してくれますし、でモロッコアルガンはねアルガオイルを含んでいますので肌の保湿力も優れていて、肌のバランスも整えてくれる印象がすごく僕の中では強いですね。ぜひ皆さんもですね、自分に合ったものを選んでみてください。僕的にはこのねマットパックと組み合わせで使うのであれば、まあやっぱブラックチャコールですね。この組み合わせは本当にすごく相性がいいですね。でも僕は今回ネイリパの新商品の中で特に気に入ったのはやっぱりこれですね。普通にガチで気に入って使ってますちなみにこの商品ですけど、使用有効期限は12ヶ月となっているそうです。で理由ですが、十分な効能をお肌にお届けして、さらには刺激をね最低限にしたいという開発者たちの思いが込められたリポソーム技術を取り入れているからだそうです。そのためできる限り効能とありのままの成分を保管するためにも使用期限は12ヶ月となっているそうです。僕はですね、正直約1ヶ月ほど使ってみましたが、おでこから首までずっと使ってたので、まあ、このペースだったら多分僕2ヶ月ぐらいで使い切るんじゃないかなっていう感じですね。皆さんもよかったらぜひともこのネリパの新商品ですね、使ってみてください。ということで、韓国コスメの新商品スキンケアの徹底レビューの動画でございました。それでは今日もご一緒に、今日より明日綺麗になりましょう。以上、ヒョクでした。バイバイ。